メトロメトロは、オランダの首都アムステルダムとその郊外を走る鉄道であり、アムステルダム市営交通会社によって運営されている。なお、メトロは地下鉄と訳されることもあるが、アムステルダムでは地下を走る区間がわずかであるため、このように訳されることは稀である。地平を走っている区間では、快速トラムとも呼ばれる、これは英語のライトレールにあたる。 オランダ鉄道のアムステルダム中央駅地下にある中央駅を中心に4つの系統が運行されている。51、53、54の各系統は中央駅と郊外の住宅地を結んでおり、50系統は中央駅を経由せず市街地の外周を走る。現在のところは中央駅、アムステル駅間のみが地下線であり、残りの大半は森土、または 高架、51系統の南駅以南は地平を走る。2018年7月から北南線と呼ばれる52系統が営業を開始することで地下駅の数が6駅から10駅に増える。全線複線で期間は標準期である。地下高架区間は第3基上方式で750ボルト直流電化されており、地平区間は架空電車線方式による600ボルトの 直流電化である。系統別に開業順に記す。中央駅とアムステルダム市南東区のハースパープラスを結んでいる。別名、ハースパープラス線、54系統と合わせて、東線とも呼ばれる。中央駅スピクラーウェグ間は51系統と、中央駅バンデアマドウェグ間は53系統と、共通する。中央駅と南東区のヘインを結んでいる。 別名ヘイン線、53系統と合わせて、東線とも呼ばれる。中央駅スプイクラーウェグ間は51系統と、中央駅バンデア・マドエグ間は54系統と、またバンデア・マドエグゲーン間は50系統と、共通する。アムステル駅ホーランドレクト間は、オランダ鉄道の路線と複々線状になっている。駅の数は、メトロの方が多く、 観光線の役割を果たしている。中央駅とアムステルダムの南にあるアムステルフェーンのウエストワイク、ウエストウィックを結んでいる快速トラム、スネルトローム路線、アムステルフェーン線とも呼ばれる。スパクレウェフ駅、スピクラーウェグで東線と分岐し、オランダ鉄道線及び環状高速道路へ10と並行して西へ進む。南駅から先は南に向きを変えて、 ベネルクス通り中央にセンタリザベーション方式で作られた地平の線路を走る。南駅オーランヘバン間はトラムの後系統と同一の線路を走る。このためこの間の各駅にはメトロ、快速トラム用の高いホームとトラム用の低いホームがある。南駅を境に電化方式が異なるため、同駅に停車中にパンタグラフの上げ下げを行う。環状線とも呼ばれる。市を 西から南へ反襲するように走る。市街地北西部の湾岸地帯にあるアイスレイターウェグから、オランダ鉄道線に沿って南へ進み、ハンクス・ニーブラ・トウェグ・アンステル・ビンウェグ間で東に向きを変え、バンデア・マドウェグで54系統と合流し、ゲーンに至る。途中南駅オーバー・アンストル間は51系統と共通する。ほぼ全線で、オランダ鉄道線に並行し、 複々線の観光線の役割を果たしている。ただし、オランダ鉄道には、西側から南側へ直通する線路はない。運賃支払い方法としては、非接触 IC カードアブチプコアートがある。このカードを乗車時と降車時にカード読み取り機にタッチする必要性がある。なお、ストリッペンカールトという紙の回数券を利用する方法も存在したが、2009年に廃止された。 中央駅、NS 南駅、NS レリラーン駅、ウィースパープライン駅などにある GVB ティコッツインフォ、市営交通会社案内所では全てのタイプの切符を販売している。メトロ駅の自動券売機では1回券のほか、無記名式アブチップコアと1日乗車券などを販売している。駅近辺の売店やアルバートヘインなどの大手スーパーでは ステラボネメントやストリペンカールを販売している。アブチプコアートのチャージは、メトロ駅の自動券売機やチャージ専用機で、現金、ピンカード、クレジットカードを用いて行える。一部の券売機では現金を受け付けないものがある。参考までに2008年の各種ギップの価格は、アムステルダムのメトロの車両は2両を1組にした、物事に番号が付けられており、 2006年現在106ミ、212両の車両がある。製造時期とメーカーにより以下の3種類に類別される。M1 系、番号1から4、M2 系、5から37、M3 系、38から44は1973年から1980年にかけてドイツの LHB 車で製造された。全長18.36メートル。 幅3.00メートルのアルミニウム製で、1両あたり、片側3箇所のドアがある。終電は第3機上方式だが、車両基地内などで使用するための小型のパンタグラフがある。主に53系統、54系統で使用される。最大4組、8両まで連結できるが、50系統ではホームが短いため3組、6両、編成までしか入れず、 通常は2組、4両編成で用いられる。2008年から順次新型の M5 系に置き換えられる予定である。S1 系、番号45から57、S2 系、58から69は、ベルギーの BN 社で1990年から1994年にかけて製造された。 51系統での使用を前提に設計されており、第3機情方式の終電装置とオン型のパンタグラフを得、750V と 600V の両方に対応している。2両を合わせた長さは約30メートル、幅はトラムに合わせた2.65メートルである。専用線区間では、ホームとの間に隙間ができるため、ドアの外にステップがある。 ドアは1両あたり片側3箇所。また車内には自転車を固定するためのスペースがある。通常2組、4両編成で使用される。臨時に54系統で使用されることもあり、この時は最大4組、8両編成まで可能である。M4 系、番号74から106、S3 系、70から73は、 スペインのシーフ社で1996年から1997年にかけて製造された。2両を合わせた長さは30.80メートル、幅は2.65メートルである。ドアは1両あたり片側2箇所と他の形式より少ない。車内には S1 系、S2 系と同様の自転車用スペースがある。M4 系は主に50系統で使用される。 S3 系は51系統用であり、M4 系にパンタグラフの大型化と600ボルトへの対応を行ったものである。最大4組、8両まで連結でき、一部は53系統でも使用される。1966年、アムステルダム市はメトロの建設計画を発表した。計画では、以下の4路線を建設し、市内ほぼ全域を メトロで結んで既存のトラムの多くを置き換える予定であった。1968年に市議会は計画を承認し、同時に東線を最初に建設することが決まった。これは南東区で大規模な住宅開発が計画されていたことに加え、近く間が最も短くて済むためでもある。東線の建設は1970年に始まった。 ニー・ウマルクト地区での地下線建設に際しては、ユダヤ人地区の古い街並みを取り壊すことに対して、強い反対運動が起こった。1975年2月13日夜から14日未明には、ベンサー・ポルダー駅の建設現場で、爆破ミスイ事件が発生した。オランダ政府が収集に乗り出す事態となり、地下線の建設は計画通り行われたものの、 同時に計画されていた高速道路の建設は中止された。また、市議会は東線の完成後は新たなメトロ、地下鉄の建設は行わないと決定した。ニューマルクト駅の壁画にはこの時取り壊された街並みが描かれている。1977年10月16日に東線のウィンスパープライン、ギャスパープラス、ホーランドレックと間が開業し、 ウィースパープラインギャースパープラス間に53系統がウィースパープラインホーランドレクト間に54系統が運行を開始した。1980年10月11日には中央駅ウィースパープライン間が開業して両系統が中央駅に乗り入れた。1982年8月27日には53系統のホーランドレクトゲーン間が延伸開業した。 次に建設されたアムステルヘーン線はメトロを建設しないという決定により快速トラムとして扱われた。1990年12月1日に東線との分岐点のスプイクラーウェグから南駅 WTC を経てパートワーザーまでが開業し中央駅パートワーター間に51系統が運行を開始した。2004年9月13日には ウェストウィックまで延伸している。環状線も建設時には全線立体交差で地平区間がないにもかかわらず環状快速トラムと称していた。車体幅が2.65メートルとトラムと共通なのもこのためである。ただし開業時にはメトロと称している。1997年6月1日にバンデア、マードウェグ・オーバーアンストルカント、南駅。 WTC アイスレイターウェグ館が開業し、ゲーンアイスレイターウェグ館に50系統が運行を開始した。2000年には駅のホームを削って幅の広い車両 M1K、M3K が入れるようにする工事が行われた。北南線は2003年に工事が始まり、2018年7月22日の開業を予定している路線である。I、の北にある アムステルダム市北区から中央駅を経由し、市街地を南北に縦断して南駅に至る。系統番号は52になる予定である。北区内では地上を走り、アイワンをチンマイトンネルで潜って中央駅に至る。中央駅のホームは既存の東線とは別の位置になる。この部分では、オランダ鉄道の駅舎の地下を通るため、古い区域その一部を撤去して置き換えるなどの 南高寺となった。ここから、アムステル側の旧稼働であるドムロック通り、ロキン通りの地下を南下する。南駅の手前で地上に出て50系統、51系統の線路に交流する。建設にあたっては、東線建設時の経緯から反対する意見もあった。1999年の住民投票では、反対が多数を占めたが、建設中止に必要な票数には至らなかった。 M5 系は東線の M1 系 M3 系を置き換えるため2009年から2011年にかけて投入される予定である。一部は環状線でも使用される。M6 系は M5 系とほぼ同一仕様で2012年に北南線に投入される予定である。車体幅は M1 系などと同じ3.00メートル。全長は決定していないが、 これも M1 系などとほぼ同じになる予定である。ドアはこれまでの片側3カ所から4カ所に増やされる。M5 系は第三機上方式専用だが、M6 系は北南線が架空線方式のため両方の終電方式に対応する。アムステルダムスキポール空港、アルメレ、ザーンスタットなどへの路線の延長や新たな東西路線の建設などの計画があるが、いずれも 構想段階であり、具体化は北南線開業以後となる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。